ラジオホッピンガレージ。ラジオホッピンガレージは魅力あふれる人生を送るゲストをお迎えして、ゲストの人生のストーリーから新しいビールを生み出しちゃうかもな番組です。はい、皆さんこんにちは、札幌ビールの土城です。今日もですね、素敵なゲストをお迎えして、ビールになるような人生ストーリーを伺っていきたいというふうに思います。本日ゲストにお迎えしているのは、がん患者の就労支援などを行っていらっしゃる一般社団法人 CSR プロジェクトの、代表を務めていらっしゃる、桜井直美さんです。桜井さん、ラジオホッピンガレージへようこそ。こんにちは。こんにちは、桜井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ桜井さん、まず簡単に桜井さん、ちょっと自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、私CSR プロジェクトっていうんですけど、はい、よく何の団体ですかって聞かれるんですけどね、キャンサーサバイバーズリクルーティングプロジェクトといって、がんの患者さん、よくね、働いてる世代のがんの患者さんのいろいろな悩み事とか不安事とかを解決しようっていう団体になってます。私はそこの代表してます。桜井と申します。自分自身もがんの経験者です。 ありがとうございます。実は私と、ね、桜井さんは今回こう対面でお会いするのは初なんですけども、その前にちょっとズームなどで、少しこうお会いしてお話したこともあったんですけども、オンラインだと、ね、いつも画面の中の人が今日初めてです。いや、ちょっとドキドキしてますでも今日はですね、どんな桜井さんといろんなお話をちょっとしていけたらなというふうに思っていますが、せっかくなのでラジオホッピンガレージはまず乾杯をしてから話を進めていくというのがありますので、じゃ早速ですけど乾杯をさせていただいてよろしいですかね。はい、はい、桜井さんのホッピンガレージですね、恒例の乾杯がありまして、ちょっと発声が特殊なんですけど、私がホッピンと申し上げましたら、このガレージで会話をしていただければと思いますので、よろしいですかね。はい、はい、では参ります。ホッピンガレージ、おいしい。どうですか。ありがとうございます。これ香りがすごくいいですよね。 ありがとうございます。どんな香りがちなみにしました。すごいちょっとフルーティーな、最初に開けられて継いだ時から香りがふわーってきてたから。いやいやいや、実はこのホッピンガレージ、ホッピンガレージっていろんな方とこうビールを作らせていただいてて、結構テーマにしているのが多様性っていうものなので、このビールも実はそのモザイクホップっていうホップを、モザイクってちょっとこうモザイク柄ってあるじゃないですか。そのモザイクホップを使ってるので、結構こう飲む人によってこう味わいが違うというか、飲むタイミングとかでもちょっと変わってる。例えばハーブとか、なんかマンゴーとか、なんかいろんなことが感じられる、そういう一応こだわりでこう表現するんですけど、なんかこうさっき香りが結構立ってるっておっしゃったんですけど、どういう香りとかなんかありますか。ちょっとね、甘いようなフルーティーな香りがふわーってきたんですよね。うん、おっと思ったでもなんか開けたタイミングからそういうのをね、感じていただけるっていうのはめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。こういったずっとこういうふうに話してると、僕はこの話ばっかりしちゃうんで前に進めます、ね。もう喉鳴っちゃいましたね、ごっくんって今日ね、桜井さんに今回のラジオホッピンガレージに来ていただいたんですけども、ちょっとその背景、私の方からちょっと説明をさせていただきますと、もともと2020年ぐらいから、桜井さんが代表を務められている、CSR プロジェクトさんを中心に、私が勤めている、札幌ビールだったりだとか、あとは、カルビーさん、それに電通さんとか、で、こうがんに罹患されたけどその後も働かれている方々が、有志で今回のワーキャンズというその取り組みを始められたっていうのもありまして、でそのワーキャンズっていうのがそのワーキャンズって名前自体がね、ワークとキャンをくっつけてるっていうふうに思うんですけども、ワークの方はなんか働くで、キャンの方はがんのキャンサーと可能性のキャンをこう掛け合わせてるというふうに聞いてるんですけども、そのがんでがんにかかられた方ももちろんですけども、その方も含めてこうみんながより働き続けられる、より良い社会を作ろうというこう、ボトムアップで、
なんかこうやられている有志でやられている取り組みということで、まあ私の方で知りまして、はい、まあ、今回お越しいただいたというところになってます、うん、部活って呼んでるんですよ。あ、部活ですか。部活って大人の部活動って言ってるんですそうなんですよね。それで、まあ、そういう話を私の方で聞いて、なんかすごいこうボトムから何かを起こされている活動だなと思って、まあ、ホッピングガレージも割とこうボトムからやってる活動なんですけども、まあ、その話を聞いて、まあ、ラジオに出ていただく前だったんですけども、うん、なんかそれビールにしませんかって我々のこの恒例のセリフがあるんですけども、まあ、それをちょっと言ってしまって、まあ、結果ですね、まあ、桜井さんの方ともこう新しくこうビールを作るプロジェクト、まあ、そのビールも、生きている喜びを心から実感できる、うん、まあ、ビールを作るプロジェクトを、うん、まあ、ワーキャンズとして始めようというふうに話になって、まあ、今回お越しいただいたというところがあります、はい、うん、まあ、なんで今日は桜井さんのご自身のお仕事とか個人のことも伺いたいんですけども、うん、まあ、ワーキャンズだったりあと今回始めるビールのプロジェクト、はい、ビール作りのプロジェクトについてもお伺いできればなというふうに思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速ですけども、うん、まずじゃあそのワーキャンズについて改めてちょっと詳しく教えていただいてもよろしいですか、ね、ありがとうございます、はい、ワーキャンズって、うん、最初からこの名前じゃなかったんですよね。もう本当になんか自然発生的に、うんうんうん、いろんな業界で働いてる患者さん同士が、うん、病気のことをきっかけにして出会って、はいはいはい、で、まあ、話をしながらですね、うんうん、まあ、会社の中で自分が病気だっていうことを言ってみたら、あれ私も、うん、実は私もってどんどんつながっていったんですよね、はいはい、でそういうのを皆さんで話しているとですね、うん、やっぱり相談ごと受けていくと、うん、受ける側も結構しんどい時があったりして、うんうんうん、やっぱり身近な存在相手になれるんだったらば、それなりの勉強をちょっとみんなで研修してみようかっていうことから始まったんですよね。それはその各社先ほどお伝えした、まあ、うん、札幌ビールもそうなんですけど、うん、そういう人たちが、うん、なんか今おっしゃったようなことを、まあ、桜井さんにと一緒にやろうみたいな話になったってことなんですね、うん、そうですね。で、それぞれやっぱ社風とか、はいはいはい、まあ、そうですよね。そう、微妙に違うんですよ。もうそこがすごく面白くて、はいはい、いいよねいいよねっていうところもあれば、うん、やっぱり一歩ずつやっていきたいっていうところもあるし、うん、もうこれ完全に自分たちの、クラブ活動としてやってね、はいはい、っていうところもあれば、うんうんうん、これ会社内のちゃんとしたコミュニティとして位置づけたいんだっていうところもあって、うんうん、それをこう波長合わせてると結構大変なんですよね。いや、そうですよね。やっぱり、うん、なのでもう自由参加にして、はい、こういろいろきちんとした会食作ってどうこうっていうよりは、うん、もう本当に部活、うんうんうん、なるほどね、大人の部活としてつながっていければねっていう感じでスタートしました。そうです、ね、具体的にそのやられているその、まあ、ワーキャンズとしてその有志の方々がやってる活動っていうのはなんかどんなものになるんですかね。もうそれぞれのやっぱり会社の中でも、うん、そのがん経験っていうところに対する位置づけが結構違っていて、はいはい、会社の中の新しいビジネスを作っていくような、はい、形で積極的に例えば病気経験を生かしていこうって考えている企業もあれば、はい、いやもうちょっと引いたところでもいいよねっていう、はい、あるいはダイバーシティの中のやっぱ一つとして病気も考えていこうとか、はい、でその取り組み自体があんまりこう紹介されてなかったんですよ、はいはいはい、なので、私たちレシピじゃないんですけど、はい、こんなことできるよっていうのをみんなで共有していこう、ね、っていう感じ。だからもう全部それぞれの会社ごとで違いますね。ということはそうか、だから桜井さんたちがその中心にいるけどこういうことをやったらいいんじゃないかとか、うん、こういう事例がありますよとかを、うん、まあ、その各社さんといいますかその有志の方々にお伝えして、でそれを受けてよしやってみようっていう方々がやっていくっていうか、そういうことなんですね。じゃあうちの会社だったらこんなことできるよねとか、うちの会社もこういうとこ今まで気がついてなかったけど、はいはい、これ面白いんじゃないって思った人たちでいいと思うんですけども、はいはいはい、集まっていければなっていう感じ。あ、なるほどですね、うん、じゃあさまざまな取り組みをされてるっていうことですね、うん、そうですね。だから今その中の一つとして、はい、人の話をじゃあどうやって聞いたらいいんだろうかっていうところの研修をしたりとか、はいはいはい、あるいは、エピソードバンクっていうんですけど、うんうん、みんなのカミングアウトの体験とか、はいはい、どういうふうに仕事と治療を両立していったのかとか、そういうところをエピソードを溜め込んでいくサイトがあったりとか、うんうんうん、なるほどね、そういうのもされてるんですね、うんうんうん、そうすると多分次になった患者さんが、はい、いやどうやって上司に言ったの、うん、
だろうとか、はいはい、どうやって隣の席の人にコミュニケーション取ったらんだろう、うんうんうん、意外に悩むんですよね、はい、その時にそこのサイトを見れば、うんうんうん、あ、みんなこういうふうに言ってみたんだっていうことが分かっていくので、うんうん、私たちもその自分の体験が他の人のためになるっていう、ね、そんな感じでやってます、うん、なんかその私もノワーキャンさんの、 そのまあ過去に出てたリリースとか見てそのピアーサポートっていう言葉があって、うんうん、まあ、正直恥ずかしながらそのピアーサポートっていう言葉はあまり聞いたことなかったんですけども、そのピアーサポートっていうのとその今ご説明していただいたやつと一緒のことになるんですか、うん、また一緒近いですね、ビアサポートっていうのもあってもいいんじゃないですか一本取られましたね、ビアサポートいいですね、ちょっと飲んでいいですか、はい、ピアサポートっていうのはもう本当にピアっていうのが、はい、あの同じ体験をした仲間っていう意味なんですね、あ、なるほどなるほど、だからあの患者さんだけじゃなくて、うん、家族の体験とか、うんうんうん、あるいは部下ががんになった時の上司の人の体験とかも含めてみんなであの次の世代の人のために何かできていければなっていう感じですね、そういうのを総称してピアサポートっていうことなんですね、うんうん、なるほどですね、いやなんかすごくその言葉だけ聞いてこうどういったものなんだろうと思ったんですが、すごく大事な取り組みなんだなというのがよくわかりました、うん、やっぱ自分なんかも病気した時に、うん、他の人はどうしてるんだろうってすごい知りたかったんですね、で、うん、病院じゃ全然聞けないので、うんうん、やっぱり先生方は治療の話になっちゃうんですけど、うんうん、こっちとしては例えば手術の後ってパジャマってどんなのがいいとか、うん、そんなこと知りたかったりするんですよ、確かにそうかもしれないですね、うん、お腹開く手術するのにパンツってどれがいいのとかって、はいはいはい、パジャマでいいのかとか悩むじゃないですか、確かにそんなこと聞きたいんですよね、確かになんか先生にはなんか聞きにくいけど、いや、いや、それはなんか何でもいいとか言われそうですね、うんうん、なるほどですね、あ、だからまあもちろんあの、まあ、がんもそうですけれどもそうじゃなくてあのやっぱり同じような立場の人が、まあ、それをなんかお互いつながって分かり合えるってことがすごく大事っていう、そうですね、まあ、そういうことなんですね、うん、それが同じ会社だったらば、はいはい、あ、自分はあの時はこんな風に、うんうん、例えば就業規則のこんなところ使ってこうやって働いたよっていう、そこが共有できたりとかするので、なるほどね、うん、いやよくわかりました、うん、そうか、そういうことか、うん、じゃあ元にちょっと戻っちゃう、じゃあ例えばそのでもがんっていう話がまあ今回あったんですけど、実際そのがんに、まあ、まあかかられてというか、うん、まずお患わされてその後もうなんかこうなんだろう、働き続ける人 の、 その環境っていうのは実際今ってどういう感じなんですかね、うんうん、あのつい最近の調査なんですけど、うん、はい、去年の秋10月ぐらいに発表されたものなんですけども、うん、その時の患者体験調査ってあるんですよ、はいはい、患者さんたちがいや どんなことで苦労してます、はい、っていうのでたくさん質問するアンケート調査があるんですけど、はい、そこでも仕事というのがあってですね、だいたい2割ぐらいの人が、うん、やっぱりお仕事離れられちゃってるんですよね、離職しちゃってるっていうところが出てきていて、はい、あのやっぱその結果としては、うん、お金がかかるので、うん、治療自体も諦める人たちっていうのが、はい、まあ、増えてるんですよね最近、うん、そうなんですね、うん、なるほどね、やっぱりあの今って、雇用年齢の延長とかもありますので、50代60代ひょっとしたら70代でも働かれる方たちっていらっしゃってて、うんうん、はいはい、そこはやっぱりがん年齢って私たち言ってるのがんもやっぱり患者さん増えてくるんですよね、はい、うん、なのであのその調査の中でもやっぱ8割ぐらいの方はお仕事を持ってた、うんうん、そうするとやっぱ仕事と治療をどうやって折り合いつけていこうっていうのは、うん、まあ、普通だったら考えるところなので、うん、その身近な相談者っていうのが本当に会社の中にいれば、うん、まあ、よりサポートになるかなっていう感じでワーキャンズやってます、うん、なるほどですね、うん、確かになんかその当事者になってみないとなんかわからないことでたくさんあるんだろうなと今思いつつも、うんうん、なんかそういう活動を、まあ、間近で見ていると、うん、なんかそういう気持ちにもなりますしね、うん、なんかすごく素敵な活動だなというふうに思いますね、うんうん、なるほどね、まだまだあの改善していかなくちゃいけない部分ってたくさんあるなと思ってますし、うん、あの小児がんといって、はいはい、ちっちゃいお子さんのがんがあるんですよね、うん、でそこだと親御さんが、うん、やっぱり親が3割ぐらい離職されちゃってる、3割ですか、3割なんて働き方も半分ぐらいの方変えちゃってるので、はい、やっぱりあの当事者だけじゃなくて、うんうん、家族も含めてどうやって、うん、治療と仕事を考えていくのかと、はい、いうことがこのワーキャンズからいろいろ考えていけたらいいのかなと思ってます。なるほどですね、そうなんですね、
なんか今おっしゃったそのやっぱり、まあ、全てを含めてそのまあピアサポートということだと思うんですけど、うん、そういう体制がやっぱりこうあることがそういったののこう改善につながっていくんだなというのは、うん、なんかすごくなんか分かったなというふうに思いましたね。一歩ずつですね。うん、はい、なるほどね。そして、ね、今回、うん、まあ、そのワーキャンさんで、ここのビールを作るプロジェクトが動き出すわけなんですけども、うんうん、まあ、今度はそのプロジェクトに関する思いとか、まあ、具体的内容を少し教えていただいてもよろしいですか。やっぱりビールって苦味もあって、うん、飲んではぁってやっぱり息つきますよね。うんうんうん、まあ、そうですね、はい、でやっぱり病気の経験とか、うん、生きてれば辛いこととか、うんうん、苦いこととか、うんうん、嬉しいこととか、はいはい、いっぱいあると思うんですよ、はい、でビールってそれを全部飲めるじゃないですか。飲み干せるって、飲み干せるっていう、はい、なんかそこの思いっていうのを、うん、私はあるいは私たちはこのビールプロジェクトの中に込めていきたいなっていう、うんうん、あとまあ亡くなった友達とかもいらっしゃるので、はい、そういう人たちの思いも含めて、うんうん、こう継いでいきたいなっていう、ビールも継ぐっていうじゃないですか、うん、確かに確かに、うん、同じように私たちはこのプロジェクトを通じて、うん、いろんな思いも継いでいきたいなって思ってます、うん、なるほどですね、うん、こう具体的にはどういう形で進めていくとかっていうのはなんかあるんですかね、うん、やっぱりみんなで作っていきたいなと思ってるので。あ、なるほど、あ、いいですね、うんうん、やっぱりパッケージのデザインにしても味にしても、はい、みんなどう、うんうん、でその中でこうビールを持ちながら、うんうんうん、私はこんな思いだったとかっていうのも一緒にこう語り合えるといいなって思ってます、うんうん、やっぱビールってそういう力があると思ってるので。確かに、うん、ホッピンガレージもやっぱビールはねもちろん飲むのも美味しくていいんですけど、やっぱ人と人とつなぐっていうところで、ストーリーがありますよね、はい、ゴールも重要だとは思うんですけども、うんうんうん、やっぱり治療にしてもものづくりにしても、はい、プロセスってとっても大切だと思ってて、うんうんうん、私なんか物を買うときには、うん、ゴールも重視しますけれども、はい、プロセスに惹かれて、うんうん、買う部分ってあると思うんですよね、うんうん、でも病気って多分初めてなんじゃないかなと思ってて、こういうストーリーになるのは、うん、はい、うん、確かにそうですね、なのでいろんな人の声を聞いて、うんうん、一緒に作っていきたいなと思ってます。なるほどですね、ありがとうございます。なんか我々としても今回ビールを作るところでご協力をさせていただくんですけども、うん、まあ、元々あったこのやっぱり、まあ、例えばピアサポートの考え方とか、うん、まあ、まさにその、ピアサポートピアサポート、そうですねのとあるとか、あとまあワーキャンズさんのこうやってることとかってもっとこう多くの人にやっぱ知ってもらえたらいいなっていう気持ちもあって、うん、まあ、そういう意味でもこのビール作り、うん、プロセスがすごく大事だとおっしゃっていただいたんですけど、うん、多くの方に参加いただいて、まあ、知ってもらう、参加できないけどなんか知ってもらうみたいなことができたら、うん、なんかすごくいいなっていうふうな思いを持ってますね。もうなんか本当に孤独にさせたくないなと思ってて、はい、うんうんうん、どうやってつないでいったらいいのかなと思った時には、うん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 、やっぱりもっと敷居を下げるっていうかね、はいはい、普通に普段ごとにしたいなと思ってて、ビールはそのための一つの、うん、すごく大切なツールなのかなと思ってます、うんうんうん、ありがとうございます。ちなみに今回 そのプロジェクトでも生きる喜びを実感する、うん、ビールっていうか、うん、そこっていうのは結構そのワーキャンズさんの中でもこのメッセージにはなんかなんていうか込めた思いみたいな、ありますよね、うん、でやっぱり議論になったのは、うん、生きてるって言ったら、うん、じゃあ亡くなった人たちは関係ないの、うん、とかっていうことも、うん、やっぱり考えたいよねって言ってて、それも含めて、うん、亡くなった友のためにも、うん、やっぱり巡り合えてよかった、うんうんうん、人生に乾杯ってお互い言いたいよねっていうところからスタートしてます、はい、うん、だから生きてることっていうのは、うん、亡くなった人のことも含めての生きてること、はい、うんうん、そこをちゃんと感謝したいねっていうプロジェクトになってます、うん、なるほどですね。いや、もう我々も側面支援を頑張ってまいりますので、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ラジオホッピンガレージ、まあ、そもそも桜井さんが、うん、今回その CSR プロジェクトの、まあ、活動を始められたのって、うん、なんかご自身もそのがんの、まあ、経験者であるってことが、まあ、きっかけだと思うんですけども、桜井さんもそのやっぱりその診断された時って働いていらっしゃったんですか。そうですね、もう本当に仕事オンリーの生活してたので、うん、家に帰って本当寝るだけみたいな感じですよね。うん、もう本当に忙しかったですし、はい、でも仕事がとっても楽しかったですし、うん、そこで喜びも感じていたし、うん、たくさんのことを学んだと思ってます、
ちなみに福井さんどういうお仕事をされてました？聞いても大丈夫？私はね、まちづくりやってたんですよね。そうなんですね。まちづくりとか、はい、あと環境学習って、要はどうやって自然の大切さとかを伝えていくかとか、はいはい、子供たちとどうやって遊んでいくかとか、そんなのやってたんです。だから今とは全然違う仕事やってました。そうなんですね、うん、でも共通してるのは人と人つなげたかったんだなっていうのはすごく思ってます。あ、なるほど、うん、そこはでもなんか今やられてることとかもそう変わらない。今はだから医療と人をつないでいきたいし、うん、人と人もつないでいきたいし、はい、それは病気の人同士もそうかもしれないし、はい、病気じゃない人も含めてみんなでつながっていければなと思ってます。ちなみにその実際そのちょっと戻っちゃうかもしれないですけど、うん、まあがんにされてるって分かった時の後のそのなんか、うん、どういう働く上で その大変さとか、うん、どういうところがこう具体的に大変だったとかってあるんですかね？やっぱり私は手術の後で後遺症を抱えていて、うん、はい、やっぱ後遺症って元に戻らないんですよね。でそうすると私右手があまりうまく使えないんですよ、はい。それは今の、うん、で、マウスの仕事がメインだったので、うん、はい、もうマウス使ってるのが本当に辛くなっちゃって、これは左利きになればいいんだと思って、すごい左利きでトレーニングしたりとかしたんですけど、やっぱり無理、うんうん、で自分の働き方含めて、はい、足を止めなくちゃいけない時もあるのかなと思ったんですよね。でその時に自分でちょっと仕事辞めようかなって、はい、でカバンをひとまず置いたんですけども、ずっと持ってたカバンを。あ、そうなんですね、うん、でもその時思ったのは、一番手放しちゃいけないカバンを私手放しちゃったんだなと思ったんです、はい、え、その時にですか？うん、手放してみて初めて分かったんですよ。あ、仕事って手放しちゃいけないんだと思ったの。いや、なんかすごく無責任な言い方かしらんだけど、なんかこうやっぱそういう風になられた時にその会社を辞めるっていうのも結構な判断、うん、というか大変な。まさかね、会社に入った時に離職願いというか、はい、辞職届出すとは思わなかったですよね。それがやっぱ病気をきっかけにして書いてる時にすごい寂しかったんです。なんでこんなことになっちゃったのかなっていう。でその時にもっと身近な場所でこう働いてる人がいたらいろんなこと相談できたし、はいはい、そういう人がいれば、あ、できるよねってっていう、ワーキャンズのキャンなんですけどね、いや、できるじゃんって、諦めなくていいんじゃんっていう風に考えられたのかなと思ってるんですよね。でもそういう人が私の周りにはいなかったので、うん、なるほど、そういう実体験があるからこそ、やっぱりその、まあ、話していけないものを、まあ、話してしまったって、それをもしその時にもっと情報を共有できるとか、そういうことができたらっていうのが、身近にね、いればお互いじゃあ頑張っていこうよとか、愚痴とかこぼし合いながら、それでも、うん、なんとなく歩んでいけることができた、折り合いをつけてね、できることがあったのかななんて思ってます。なるほどですね。だから私は病気の診断よりも心が痛かったですね、はいはい、その仕事辞めた時っていうのは、はいはい、うん、なるほどね、うん、だからこそまあ今やられてる活動につながってるっていうことなんですね。うん、なんかいろんな患者さんとかと出会って、あの時言われてよかったっていうふうに言われてもらうのがすごく嬉しいです今。うん、なんだろう、同じ会社でその、うん、もう一回副業する大変さもあれば、うん、もちろん会社を辞めてしまってもう一回働き出すってこと、うん、すごく大変なんじゃないかな、うんうんうん、それは多分がんとかじゃなくたってそうだと思うんですけども、 そのあたりってこうどうやって、まあ、克服って言い方がいいかわからないんですけども、うんうん、乗り越えてこられたんですかね、うん、なんか落としどころ、落ちどころとか私言ってるんですけどね、はいはいはい、置きどころって言うんですけど、うんうん、がんっていう経験を自分の人生の中のどこに置こうかなっていうのを考えてて、はいはい、別にもうなんかそれは過去のものだから全然関係ないんだよって言って、うん、はいはい、後ろに隠しちゃう人もいれば、もうこれどうよって感じで目に入らぬかってやる人もいるじゃないですか。でいろんな人がいるなっていうふうなことは思っていて、で自分はやっぱり当時30代だったので、うん、やっぱり病気になったことってなんか意味があるのかなと思ったんですよね、うん、まあ、そう考えるとその時に自分が感じた悩みとか悲しみとか嬉しさとか、うん、あと苦労とかを繰り返すの
もったいないよなと思ったんですよね、うんうん、だったら繰り返さないで済むような社会を自分もその一人として、うん、変えてきたらいいなと思った、うん、だから今のワーキャンズのメンバーなんかも本当、うん、一人一人がいろんな苦労したりとか、うん、いろんな悲しさとか辛さとか喜びとか感じながら今出会ってるんですよね、うん、その失ったものもあるとは思うんですけれども、うん、出会ったことの方をもっともっと喜べないかなっていう、うんうん、でその嬉しさをみんなで共有できたらいいかなって思ってます、はい、なるほどですね。なんかその話を伺うとなんかもっとこう、うん、いや結構難しい、いや例えばピアサポートとか言われるとなんか難しいのかなと思ったんですけど、うん、なんかもっとまあ私とか、まあ、働く現場の、まあ、仲間ができることってなんかたくさんあるのかなっていう気もなんか話を伺って思ったんですけど、うん、ワクワクしますよ。ワクワクします。例えばなんか私のようなものがどういうふうにするとなんかいいとかって、例えば私の職場にそういうがんで、うん、復職された方がいたらどういうふうにするといいとか、なんかそういうのあるんですか、ね、なんか普通に接してほしくって、よくあるのはがんの患者さんだから飲まないんじゃないかとか、はいはい、いやそれちょっとね、そう声かけちゃいけないんじゃないかとかすごいね遠回りにされるんですよ、はい、でもそれが一番辛くって、なるほど、声かけてほしいし、考えるのはこっち、はいはい、でも一緒に、うんうんうん、体の調子悪い時もあるので、はい、それはちゃんと言うし、うんうんうん、でもひとまず声かけてほしいなっていう、普通通りに接してほしい、そう言われるとあそうだなって思いますね、うん、なんかやっぱなんか必要以上に気を使っちゃって、そう、まあ、言ったら悪いし断るのはなんかすごく断らせるのも悪いかなとか考えちゃったんですけど、そういうことではないんですね、うん、よくなんか腫れ物に触るっていう言い方しますけど、腫、はいはい、れ物じゃないので普通に、うん、たまたま人生の中で今のタイミングで病気と出会ってるだけなので、はい、普通に接してほしいなと思ってます。とはいえというかしつこいかもしれないですけど、でもやっぱりそのビールを、やっぱりビールってまあお酒なので、うん、飲んでいいのかなとかっていうところも若干こう心配したりしてしまうんですけど、その辺ってなんかどうなんですか、そのがんの方と、まあ、今回はビール作りのプロジェクトを始められるっていうことなので、うん、その辺あたりも少し伺ってもいいですか、まあ、飲みすぎはねそれは健康だろうと、そう、うちはほら、はい、我が家の家訓があって、はい、酒は飲むものを飲まれるなって言うんですよね。で飲まれたら確かに二日酔いとかあるかもしれないし、はい、いろいろ嫌なこともあると思うんですね、うん、であと悔しさとか悲しみをお酒で乗り越えるっていう、うん、お酒の力借りてっていうのはやっぱりそれだけでは無理だと思ってて、うん、やっぱり人の力も含めて乗り越えていけると思うので、うんうん、お酒だけに頼らないでっていうのが大切かなと思います。決して飲まないでってことじゃないと思います。これは決してがんの方とか関係なしですね。関係なし、うん、飲まれちゃいかんです胸に手を当てて、はい、私もですたまに反省する時が多々あるんですけれど気をつけてます。なるほどですね、うん、でも本当楽しむことが大切かな、うんうん、人生を楽しむっていうところ、うん、今ちょっとまさに私もっておっしゃったんですけど、ちなみに桜井さんビールはどうなんですか、結構飲まれるんですか、どういったものが好きと か, なんか好きですよ、私地ビールが好きで、おそうなんですね、うん、やっぱりビールってすごく不思議なのは、うん、その土地土地の湿度とか、うん、空気感とか天気とか、うん、あと作物とか、うん、なんかそのドライとかウェットとかを暑さとか寒さとか含めてあるじゃないですか、うんはい、それが一つ一つ違うし、うん、自分の体調によってもやっぱり味が変わるので、うん、すごくなんかそこ感情でも変わる時があるので、うん、私はそういう点でさっきも言いましたけど、はい、苦味とか全部含めて飲めるっていうのは私は好きですね、うんうん、だから地ビールが大好き、結構じゃあまあ、今なかなか旅行とか難しいかもしれないですけど、うん、割とこう行かれたところでその土地のビールを買って飲む、うんうん、飲んでとか、うん、やっぱりもうそれは海外に行ってもやっぱりドメスティックビールなんですかって聞いて、なるほど、ね、どれって言って飲みます。確かになんかその土地で飲むその土地のビールはね、うん、そうです、最高です、最高ですよね、しかも泡から何から全部違うじゃないですかしかもその土地の人と話しながらとかなるとね、そうなんですよ、もう隣の席の人と全然初めて出会った時でも普通に仲良しになれちゃう、確かにそうですよね、なんかパブ文化ってそういう感じですしね、いやそうですよね、そう、私初めて病気をした後に海外に行った時に、はいはい、
一人旅が好きなんで海外も一人で行くことが多いですね、はいはい、そしたら隣の席の人が、はい、あのピンクリボンのバッジをつけてたんですよ、はい、でいやなんでつけてるのって言ったら、うんうん、友達が今治療してるから応援したいんだよって言って、はい、いやあた私今あの化学療法終わったばかりで、はい、私もそうなんだって言ったらコングラチュレーションって言われたんですよね。で継がれたんですよ。と思って日本だったら私おかわいそうにとしか言われたこともなく、コングラチュレーションなんて言われたこともなくて、びっくりしてえなんでって言ったら、だってあなたは今生きてこうやって海外に行こうとしてるじゃない、その人生素晴らしいじゃないって言われたんですよ。それであ物事ってこんなに変わるんだと思ってすごい感動したの。それが初めての病気した後の海外旅行。その人に乾杯ですね。そしてそれビールにしませんかってまた言いたくなりました。そうもうね本当にその時 の、 いい、ね、あのおばちゃんの顔は忘れない。そうね、嬉しかったです、うん、いや私だったら多分ちょっと一瞬戸惑ってしまってただろうなっていうのがあったんで、そこですかさずそう切り替える、そのおばちゃんすごいですね、うん、おばちゃん、いや本当びっくりしましたよ。えコングラチュレーションなのっていう。なるほどね、うん、でその後向こう現地着いてからも、はい、タクシー乗っても何乗っても、うんうん、要は病院を見学したりとかしたので、はい、何々病院お願いしますって言うと、はいはい、いやなんでお見舞いなのとか言われるわけですよ、はいはい、いやそうじゃなくて、うん、私もがんのサバイバーなんですって言うと、うんうん、ほとんどの人がグレイトとかコングラチュレーションとか、いやうちの親父も今そうなんだよとかって言う、もう受け止め方が全然違う、何なんだろうと思ったんですよ。です、ね、日本だったらまずドン引きだもの、うん、違うんだと思って、それは衝撃。ちょっと冒頭 の、 そのピアサポートの話とか、うん、その周りの人の考え方というか、そうあのその接し方というどうかわからないですけど、うん、なんかそこの差がすごくそこにあるのかなっていうのを感じましたね、うん、それで人はやっぱり変われるんだなっていう。なるほどですね。いや楽しみ。なんかさっきそれビールにしませんかって言っちゃったんですけど、うんうん、ちなみにそのあの、ま、別に今の話とかじゃなくてもいいんですけど、桜、うんうん、井さんはこんなビールを作ってみたいなとか飲んでみたいなとかなんかあります？やっぱねもう本当いいことも悪いことも含めて、うん、グッて飲めるビール、グッてグッて飲めるビールがいいなと思ってます。グッて飲めるビール、うんうん、いいですね。いろんなことに思いを馳せたいですよね、はい、あの頃の自分、はい、あの時の自分、うん、今の自分、うんうん、いろんなことを考えられるビールにしたいなと思ってます、ね、でもこうそれをグッとグッと飲みたい。まさに今の、いや飲んでみたいですね、うん、それありがとうございます。はい、じゃあ桜さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に貴重なお話をお伺いさせていただきました、なんか私自身多分まだまだよく分かってなかったからこそ、うん、なんかこうちょっとこうさっきおっしゃった腫れ物に触るみたいな感じがやっぱあったのかなって改めて反省していて、うんうんうん、まずはよく知ってそれを知れば多分そんな普通に接していいんだよとか、うん、あるいはその我々の接し方があのなんかこう全部を作っていくというか、うん、そういったことにつながるんだなということが、はい、今日すごく分かりました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。勉強になりました。私自身もやっぱ病気になる前は同じだったんですよね、はい、でも病気になって思ったのは、はい、患者さんの側は、うん、患者さんじゃなくてもいいんですけど、うん、困った時は頼る勇気必要だし、はい、頼られる側は頼られる準備しておけばいいんだなっていうのはすごく感じたところです。頼る勇気っていいですね。なんかね、うん、いや言われてそうそうだな、うん、自分はもちろんがんになったことないですけど、うん、がんにかかわらずそういうのってやっぱあるんだろうなってすごく思いました。もしこの先なったら頼ってください、うん、了解しました。頼ります。ありがとうございます。じゃあこれであの、まあ、最後になりますけれども、今後始まるビール作りのプロジェクトについて、まあ、今後の予定と、まあ、参加方法について話していただいて、よろしいでしょうか。あのやっぱりこれを私たちはみんなで作っていきたいなと思ってるので、うんはい、ぜひ興味がある方とか私もこんなエピソードあるんだよっていう人たちは、うん、ぜひこの後のワークショップにも参加をしてっていただきたいなと思ってます、うん、で情報は全部ホームページの方、はい、あの CSR プロジェクトのホームページに出ますので、うんはいそこを見て応募していただきたいなと思ってます、うん、いいですね。みんなで作っていく、はい、大事ですね。はい5月、7月、10月ですかね。これからワークショップが、開催されるということなので、うんうんぜひあの皆さんにも参加していただきたいなと思います、はいはい、じゃあ桜井さん本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
はい、こんにちは、浅草ビール工房です。浅草ビール工房はブルーパブという形態でやっておりまして、いわゆる製造所付きのビアパブです。製造所で作ったビールをそのまんま、まあ、出来たてのビールをお客様の方に提供しております。で、定番のビールとしましては英国定番のこちらのビタをやっておりまして、こういった形でペットボトルでのテイクアウトもやっておりますので、よろしければ浅草に来た際はぜひ一杯飲んでテイクアウトもして楽しんでいただければよろしいかと思いますね。よろしくお願いいたします。